脱原発原告団 全国連絡会の結成の呼びかけの記者会見をこれから始めさせていただきます。今年のちょうど4月6日に、全国の原発訴訟の弁護団のですね、全国連絡会議というのがございまして、そこの主催で福島で原発と人権という大きな集会がございました。で、その場で私の方から弁護団の方の全国連絡会はあるんですけれども、肝心の原告団の方の全国組織がないということで、泊原発の廃炉を目指す会としては、ぜひそういうものを作りたいという、提案をしようということがありまして、それをお話ししたわけです。そうしましたら、たまたまその同じ場で、東海第二原発の訴訟団の方からも、ぜひそういうものを作った方がいいというご提案がありました。また私の隣にいらっしゃいます玄海原発のですね、訴訟団の方からもぜひそういう原告団の全国組織を作るべきであるというお話がございまして、期せずして3つの訴訟団からそういう提案があって、しかも東海第二原発の訴訟団が、事務局を引き受けてもいいというお話もありましたので、それから急速に原告団の全国組織を作りましょうというですね話を進めてまいりました。それで今日の発表ということに至ったわけでございます。玄海原発は明日第十次提訴をしますが、原告団8000人を超えます。これは先立っての大井原発並びにこの全国の連絡会を作ろうやというこの呼びかけが、実は私どもにとってもとても大きな励みになりました。それはどういうことかというと、私どものような原告団が多いところもそれぞれ困難を持ちますが、わずかな人数で訴訟をやっておられるところでも非常にいろいろな創意工夫がある。そういったものをきちんと原告団としても学び合い広めていきたい。私たちは単に自分のところのものをタコツボ的に考えるのではなしに、やはりこの問題が国民的な、あるいは世界人類の問題なんだということを呼びかけたいためにも、ぜひとも広大な原告団の力を結集したいと思っております。福島原発事故の被害は非常に甚大で、とどまることなく未だに拡大しています。このような被害を二度と繰り返さないためには、原発は一つも動かしてはいけないと思っています。原発を動かさないというのは被害を受けた者たちの悲願でもあります。福島原発国訴団もこの原告団連絡会とともに戦っていきたいと思っています。脱原発弁護団もですね、そのそれぞれの今まではですね、それぞれの原発の差し止め訴訟を戦うので精いっぱいで、お互いに情報交換したりですね、お互いに助け合ったりすることがほとんどなかった。さっきタコツボという言葉が出ましたけれども、まさにタコツボにこもってですね、前に向かって機関銃撃つぐらいのそういう戦いでしかなかった。お互いに横に連絡を取り合って戦略を練るとか情報を交換し合うというような、もしくは助け合うというようなことが全くなかった。ところが、それが脱原発弁護団全国連絡会ができてからは、もうIT も使ってですね、訴状、準備書面、証拠を共有し、もうそれこそカット&ペーストでですね、訴状も準備書面もできるような、そういう情報の共有ができるようになった。脱原発原告団全国連絡会というのができたらですね、それはさらに今度は他の原発反対組織も急行してですね、で全体的なもっと大きい戦いの輪が広がるといいなというふうに思っております。1月にはですね、仙台原発、やはり今一番再稼働を狙われている、そこでの集会、再稼働阻止の集会にできるだけ、たくさんの、他の訴訟団原告団から応援に行くというですね、その反対運動の支援に行くということをまず考えております。できれば10月中に、私どものこの全国連絡会が主催した全国集会というのをやはり東京で開きたいというふうに考えております。いや、本当に素晴らしい判決だったと思いますね。私たちの思いがきちんとそういう司法の場でああいう
しかも非常に素晴らしい言葉でね、きちんと書かれたということはもう画期的なことだと思います。ただ地域の人たちはね、やっぱりそれは泊村とかその今まで原発を受け入れてきた人たちは、まあ、やっぱりその経済が成り立つためには原発が、ね、欲しい、再稼働したいっていう人もいるわけですよ。でもそれは私たちはそうじゃなくて、むしろ廃炉にした方が今後もずっとね、その経済的な支援も続くし、むしろ安全になるわけですから、決してその地元にとっても、これむしろ廃炉産業であるというね、新しいその産業を立ち上げた方がいいんじゃないですかという、そういうアピールをしています。やっぱり今までね、どうしても自分たちのことで精一杯なわけですよね。で僕らも精一杯なんだけれども、逆にみんながそうやって戦ってるんだから、お互いを共有することで、あ、こういうやり方もあるんだとかね、お互いのこういう悩みを共有したら、やっぱりお互いにそうなんだねっていうことでこう慰められるところもある、励まされるね。やっぱりそれが大事だと思います。普通の市民がその町の中で原告になっていく場合には白い目で見られたりする。でそういうところはかえって少ない人数で頑張る形なんですよ。小さいところ、今回の大井みたいなところは非常にその町自身がそういう状況になってますので、裁判を起こして戦うっていう点では非常に大変なんですよね。むしろそういう小さいところにみんなが心を寄せてるよっていうこと、裁判自体が全国の裁判がみんな共通のね、共有の裁判なんだっていう気持ちを横につなげていって、そういう本当に孤立した中で頑張ってらっしゃる少数でも頑張ってる人たちの力に なれればね、それが何よりだと思うんです。まあ今最後政府だけは認めてないだで推進だけですからね、国民はやっぱり大きく変わったと思うんです。で司法もああいう形で、やっぱり福島の現実を見てくれて、ああいう判断を下した。司法の中でもこれからのいろんな戦いっていうんですかね、やり取りがあると思います。国民の中でもまだそれはいくらね、7割8割って言っても、当事者の原発現地のところが動かないとどうにもならない。だけど大きくは司法も変わりつつある。国民はもう大きく変わって意識は変わってる。口ではとか行動ではね、表さなくてもやっぱりまたあっては嫌だっていう気持ちが残ってるのは政府だけですから、そういう運動を全国に広げていくことで政府自身を孤立させることだと思いますね。